神に愛され召された井口、白い山に消えていった命、誰より美学を磨いてきたのに容赦ない山のガットの仕打ち、自分に媚びずに引くに引かずに無言で与えたリアルな気づき、最大のリスペクトを送るぜ RIP 井口。メンバー大好き44歳のチョコバニラボール新井のチャンネルを略してチョコちゃんにゃんにゃんと、今日は現在東海キングスの、一般客立ち入り禁止エリアであるソウルキッカーとホークキッカーのリップの間にいます。こないだね、ソウ君がダブルバックフリップやったんすよ。あー、見ましたよ。見た、スレスレのやつ。スレスレ、スレスレっていうか一発目も打ってたわ。あ、打ってました。頭打ってた、頭ゴーンって打ってたんだけど、まあその後無事になんとか着地できるよってとこまで行ったんですけど、まあね、ソウ君言ってもまあ普通一般の人で YouTuber なんで、こっからダブルバックフリップをやり込むなんてことは多分あんまりないと思うんですけど、どうするとダブルバックフリップが上手くなりやすいかっていう手順をやっていきますんで、はい、ダブルバックのハウトゥーですか。ハウトゥーですかね。ハウトゥーになりますね。だけどダブルバックフリップっていうのは二昔前ぐらいだとエイロエッタルとかね、トラビスライスとかが国際大会で優勝しているトリックなんですよ。はい、今でこそねダブルバックフリップなんてもうダブルという単語自体がねみんなポップに使ってるけど、まあそんなポップに使っていいような簡単なトリックではないということはね、非常にリスキーなトリックってことは覚えておいてください。真面目に言っちゃうとあれなんですけど、まあちょっと大怪我をね負った人とかも実は過去にいます。なんかどっかで噂で聞いたことありますんで、なるべくねトライする際は十分に安全なバックフリップを覚えてからやってくださいと。で、安全なバックフリップに対しては過去にこのねフォークキッカーでハウトゥー出してます。ハウトゥー出してますし、去年だっけ一昨年だっけで言うと、まあ、ちーちゃんとかも使ってね安全なバックフリップの覚え方っていうのを覚えてったんで、まあとりあえずそこがまあできた、バックフリップ回れるようになりましたよっていう人からの、ダブルバックフリップに進むシーン、そして実際のダブルバックフリップということになります。じゃあまあとりあえずやってみましょうか。はい、はい、ダブルバックフリップをできるようになるためにまずできるようになった方がいいバックフリップというのがありまして、それがあのかのね有名な YouTuber 赤川俊太先生の話だと、上半身旋降と下半身旋降を覚えた方がいいんですよっていう単語で言ってたけど、まあ何のことかっていうのはこちらをご覧ください。という上半身を使って回すバックフリップ、きっかけ先行動作が上半身になるっていうのかな、こうあったとしたら、ここの力を使って回すバックフリップ、これが、上半身先行ということで、みんながイメージしやすい先行なんですよね、この動き、はい、に対して次の下半身先行というのをご覧ください。こちらです。はい、というように下半身旋降というのはこっちはあんまり使わないで、ほんのちょっとから引っ掛けぐらいにして、この足とか板を持ち上げるという遠心力を主に使うんですね。それが下半身で、こっちの方が高さが出やすいです。回転力つけるにはしっかりとした踏み切りとかある程度のパワーがいるんですけど、こっちの方が高さが出やすい上に空中での回転速度も落ちないっていう感じになります。
さっきの上半身旋行は回すイメージはつきやすいし速い初速で回るんですけど、高さが出づらいのとグラブがまずできません。でこのグラブをするっていうのがバックフリダブルバックフリップではかなり必要になるので、後でやったこの下半身を使った持ち上げた足を畳んでくるんっていう素早く回るっていうのが必要になります。でダブルバックフリップ、いざダブルバックフリップになった時はそれを同時にやります。上半身も軽くやります。で下半身しっかりやりますっていう、両方を同時にやることによって高さと全身を使った回転速度が初速が得られるので、そこで一気に縦2回が回ることができますということなので、こういう感じになってます。それがダブルバックフリップです。なのでそのソウ君とかはとにかくここ頑張ろうぜってなってて、やっぱどうしても上半身先行がただ強くなるだけっていうバックフリップになっちゃうんで、グラブができない、下半身が離れていっちゃうっていうことなんで、ある程度慣れたらそのいや下半身だけを使ってやる縦回転っていうのを覚えると両方やりやすいんじゃないかなと思います。でダブルバックフリップはあと縦2回を素早い速度で回るので、できた方がいいバックフリップがもう一個だけあります。それが合わせるバックフリップということで、空中の後半の縦180を体を伸ばして着地を見に行くっていう動き、これをできると最初の1回転で素早く小さいバックフリップやって、次の2回転目の4分の1ぐらい回った後で体を伸ばして着地を見に行くっていうと、しっかり合わせに行くことができますんで、そういう風にやっていくとある程度この縦回転のコントロールが効いてる動きになってきますんで、はい、それをねやってもらいたいかなと思います。はい、ということで、ちょっとね、実際ダブルバックフリップ5、6本だっけやりましたね。ちょっとこの炎天下で俳句でやるのがしんどかったんで、リップ側で撮ったダブルバックフリップは実はグラブが微妙に触りながらティン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 ってなってるこういう感じになってたんですけど、まあもういいでしょうということで、はい、ということでそのシングルのバックフリップをその上半身で回す、下半身の足の引き上げで遠心力をつけて小さく固まって回転力を中心に持ってくる、この手法を覚えてから上半身と下半身を両方使うと縦に2回転が回れるようになりますと。だからシングルのバックフリップでその両方を使っちゃうと余っちゃうんですよね大体。シングルのバックフリップはどっちも使えるようにして、
例えば上半身だけで先行するやつって伸身バック高さなくなりやすいんだけど、伸身バックフリップやりやすいから最後のあの合わせの練習とかめっちゃしやすいのね。だから伸身でやりつつ合わせの練習をするのと、あとはそのグラブ付きでしっかり回るために足で持ち上げるのを両方やってコントロールできるといざトライっていう状態になるんじゃないかなと思うんだよね。あ、またでもお前らビビってやらないんだよね。だでもこれに関してはビビっていいと思います。逆さまで落ちてっていうことはまずないんだけど、たまにあるから、できれば逆さから、ある程度の逆さから落ちても大丈夫だよっていうバックフリップを覚える、ちーちゃんにも教えたみたいなワイルドキャットとかで覚えると、ある程度逆さまに落ちてもまあこの辺から落ちれるんで、ここからじゃないですよっていう感じになるから、まあマットだったら地面にこっから落ちるとね、あのケツ行くんで、あのでもエアマットだったらケツからまあ落ちてもまあ大丈夫じゃねえかなっていう感じです。首をグキってやった時にケツ痛めることあるんだけど、頸椎から着地自体はエアマットでは別にそんなに危なくはないので、そんな危なくはないけど、そうなりたくはないと思うので、まあきっちりあのシングルをコントロールできるようになってから、トライしてくださいということで、はい、以上がダブルバックフリップでした。お疲れ様です。お疲れ様でした。みんなが愛したヤタベの人しー、ドープでマジックなシックな命、バダラを忍者でのジャンプセッション、どっちも引くことなく挑み、一歩も引かずにライダー気取り、業界背負った俺たちの気負い、井口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 